さあやってまいりましょう。手持ちのつもすべて紹介し終わりまで終わります。せん続きましてはリロ&スティッチよりガントゥーって、ガントゥーはなんかねディズニーアニメが朝方になんかリロ&スティッチの作品をやってた時期あったと思うんですけど、それの時にちょこちょこ出てきてたようなイメージがある。なんかちょっと体がごつめのジャイアン体型のキャラだよね、確かね。違ってたら恥ずかしい。さあ早速スキル、いっぱいいる。おお、すげえ声上げちゃった、ごめんなさい。すごっ、え SS サイズだったよね君。え、こんな消すの、すごっ。 SS サイズで25とか26、君育つ要素あるよ。で、ちょっと話変わるんやけど、あの前回パートで確かクリストフ紹介したと思うんだけど、あのクリストフのことをずっとスベン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 って僕言ってたと思うんですが、どうやらね、あの映画でもオラフがクリストフのことをスベン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 言ってたらしいですね。意識してないけど同じ間違いでしょ。だってクリストフってちょっとね、なんか日本人としては言いにくい名前って言ったらあれだけど、まあ、スベンって言いやすいから、なんかね、うん、リアルスベン大量発生みたいな感じになってましたけどね。はい、そっかー、この子育てがいあるかもしれないな。もうジャファーを使うのがそろそろちょっとマンネリ化してきてたので、月のエースは君に決めたかもしれないね。うん、初めて使ったけど、これはめちゃめちゃ消せるな。今ちょっと積むの消し方が下手くそで詰まってたけど、うん、すごいすごい。だって普通に1500コインもしかしたらこのペースだっていくかもしれないしね。うん、へー、これはすごいな。これってことはその S サイズとか M サイズとかになっていくと、もう30軽く超えていくよね。ドン、ほらだって24とかね、さっき26か7消してたよね。いやー、いいツム手に入れましたね。いいツム手に入れた。さあ、ラスティ。あ、ラストいかない。もう一回できるかもしれない。スコア。あー、ラストいけないか。あー、無理だったね。いや、でもすごいな。初プレイで300万点超えて、1776コイン。うわ、この子優秀ですわ。育てがいあるな。よし、この子エースにやっていこう。ということで、ガントゥーエースでした。またお会いしましょう。バイバイ。